電磁波を使えば地表の様子だけではなく海中に分布する海藻まで捉えることができる。また地上において電気や磁気を測ると地中にある埋蔵文化財さえも捉える。電気や磁気を使えば地球についてより多くのことがわかる。